皆さん、ついに来ました。今公演も大変な状況になってます。なので今日も挨拶なしです。あ、でも前回あれか、うちが挨拶したのか。ルイタ、呼んで、痛い。ついに陣痛が来ました。いや、今日の動画でね、子供生まれると思うので、皆さんお楽しみに待っていてください。で、あとね、名前ね、募集したんですけど、たくさんの名前の提案をね、本当にありがとうございました。もうなんか思っていたよりもたくさん来てて嬉しかったです。わかった。もう早くナースコールを。先生、ポンコが、もう生まれそうです。早くしてください。わかりました。今すぐに行きますね。もう早くして。もう生まれちゃうよ、もうこのまま。はい。いやー、楽しみになってきた。うわ、ついに。今までの出産はさ、マジネタだったじゃん。うん、コメントにも書いてあったんだけど、今まではなんかね、ネタな感じの出産だったけど、今回は本当のね、もうちゃんとした出産。まあ、どういう言い方をすればいいかわかんないんですけども、100% の出産ということで、いやね、楽しみになってきました。早く！あ、来た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 。ポンコさん大丈夫ですか？大丈夫じゃねえから早く連れて行け。では、今すぐに分娩室へ。なんだ、はてな。そうだよね。確かに、作詞面分娩室なんてないもんね。皆さん、作詞面の手術室は分娩室だと思ってください。今だけ。今だけね。わかった？今だけだよ。今だけ、あそこの手術室は分娩室。わかった？オッケー。わかってくれた。よしよし、行くぞ行くぞ行くぞ。行きましょう。早く生まれます。やばい、生まれる。ここでいいんだよね。ここでね。ここに、ここでいいよね。オッケー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 。ここにしよう。なんのお前は、なんのお前が力むんだよ。待って、逆ね、うーっていうの逆ね。お前、雰囲気壊すなよ。なんのお前が、うーんって言うんだよ。ここ頑張れ。いや、これは頑張らないと。いや、ここでね、頑張ったらね、もう幸せな日常が続くから、もう看護師さんも頑張ってるよ、いろいろ。あの、ヒーヒーフーだね、これは。ヒーヒーフー。あれ、本当にヒーヒーフーって効果あんのかな？なんか気になるところだよね。メモ書なんか出産ね、今後すると思うんですけども、教えてくださいね。ヒーヒーフー、本当に効果的なのか。トンコさん、ヒーヒーフーですよ。あ、やってますね。なんか呪文唱えてるみたいだな。ヒーヒーフーっていうなんか呪文。どうなんだろう、本当にこれ効果的なのかな？めっちゃ気になるよな、そこら辺。赤ちゃん、見えてきていますか？あ、確かに気になるね。頭見えてきましたよーって言ってもらえるとさ、なんか出産してる側もさ、あ、じゃあ頑張ろうってなるよね。すいません、まだ見えてきてませんとか言われたら、ちょっとなんかやる気が薄れるというか、力が出ないというか、見えてきました、もう少しですって言ってほしいね。どう？大丈夫ですか、私の赤子は。一人目の頭が見えてきましたよ。お！一人目？ちょっと待って。一人目の頭が見えてきたって言ってるだけでさ、うわ、すごい！来た来たと思ったんだけど、一人目？やっぱり双子だった。ポンコ、もう少しだ！頑張れ！頑張れ！もうみんなも見てる視聴者さん、私も含めみんな応援してるよ、ポンコ。白鳥産まないでね、間違えて。え、大丈夫な、白鳥じゃないで、今回。白鳥やばかったからね、生えてたからね、この、ベッドの下から。やばかったよな、あの時の出産動画はね。ちょっとレベチだよね。おー、来ました！あともう少し！ポンコ選手、その調子です！何やってんの、お前。出産スポーツじゃねえんだぞ。こいつなんか実況してんだけど、出産の。なんかやだな、こういう看護師。本当ですか？うっ！ポンコ、あともうちょっとだぞ！でもさ、双子ってことはさ、あれだよね、この踏ん張りを、2回やんないといけないからね。まあ、大体ね、帝王切開が多いと思うんですけど、まあ、ポンコは自然出産ということで、まあ、このね、大変な出産を2回やんないといけないですからね、同時に。これはね、かなりの体力必要です。一人目の男の子生まれましたよ。お、ほんとだ、声が聞こえる。すごーい。ポンコ、まず一人目おめでとう。一人目生まれた。どうしよう。俺も涙が。いや、おめでとう。めっちゃあれじゃん。ポンコと一緒の紫色じゃん。あれ、お前の遺伝子、どこだ？え、実は違うとか。生まれてから気づくパターンね。あれ、俺との子じゃないの？ダメダメだよ、そんな不吉なこと。あともう一人だ、あともう一人。ポンコ、あと一人だ。頑張れ！いや、頑張れ！これいけるぞ！ゲーム、めちゃくちゃゲーム感覚で言うじゃん、これいけるぞって。これ1位いけるぞ、みたいな言い方しちゃった。そよ、ヒーヒーフーよ、ヒーヒーフー。いや、これ一回のさ、ほら、一人目のさ、ほら、体力で結構削られるじゃん、やっぱ一人だけでも。そうじゃん、だって一人の出産でもあんなにね、口を揃えて大変、痛い、苦しい、大変って言うんだから。そこで二人はね、相当きついよね。
いや、ポンコの体力にちょっとあれだね、期待大だね。どんどん見えてきましたよ。力入れて。ふっ、おー、いい調子です。ポンコさん、頑張って。いや、あと一人は出産すれば終わりだよ、ポンコ、頑張ろう。いや、双子でしょ、だって。大変だね、これ、双子は。え、双子どっち？女の子、男の子どっち？あるからね。あの、性別違う双子って。性別違う双子ってなかなか生まれないもんね。でも、可愛いんだよ。同性の双子も可愛いんだけど、もしこれがさ、女の子だったらめちゃくちゃ可愛いぞ。先生、どうでしょうか？疲れた。いや、頑張れ、ポンコ、諦めるな！ふっ！お、ポンコさん。もう生まれますよ。お、もう生まれますよ、だって。あともうちょっとだ。あともう踏ん張り。ヒーヒーフー。ヒーヒーフー3連発行こう。お、来ました、来ました。よく頑張りました、だって。お、生まれたんじゃないこれ。あら、かわいい女の子。お、あ、マジ？じゃああれじゃん。性別違いの。双子じゃん。え、かわいい！ポンコさん、よく二人も頑張りました。拍手早っ！あ、待って待って待って。女の子の方あれじゃない？髪色とかも結構ルイタニかもね。あら、それぞれ髪色違うんだ。男の子の方はポンコの色で、女の子はルイタの色でって、かわいい。ポンコ、よく頑張った。お疲れ様。いやー、これは皆さんね、ぜひコメント欄でたくさんお祝いのコメントしてあげてください。いや、おめでとう、ポンコ、よく頑張った。名前の方は部屋に戻った際にプリントにご記入ください。わかりました。本当ありがとうございました。本当看護師さんも。じゃあ一応ね、赤ちゃんはね、ちょっとお預けしたいと思います。ポンコ、よく頑張ったな。いや、本当にお疲れ様。いや、ここでね、ついに皆さんお楽しみの名前ですね。うん、頑張った。すごく二人とも可愛かったね。ということで。いや、よかったです。無事に生まれて。じゃあ、あの子たちの名前書こう。え、なんて名前にしたんだろう。っていうのも、私がね、皆さんのコメントを見て決めたんですけど、いやね、本当にね、みんなね、センスがありすぎて、あの、めちゃくちゃ迷いました、名前、かなり。で、やっぱり、なんか関係ない名前っていうよりも、ちょっとね、何か関係性がある名前にしたかったので、関係性があるね、名前の方をちょっと参考にして、名前無事に決定いたしました。はい。いや、かなり迷ったよ。あの、ルイタとか、ポンコとかの名前を、ちょっと混ぜて、やろうかなとも思ったの。だから、例えば、ルイっていうのを使ったりとか、ポンコっていう名前からなんか取ったりとか。で、なんかちょっとふざけてる人いたね。なんだっけ、ポンチ？うん。ポンチは反対から読んだら、ポだからね、皆さん。気をつけてくださいね。で、その中で、たくさんね、コメントいただいた中でですね、ちょっと私、一目惚れ？もうこれにしたいと思った名前がありました。なんだろう。まあ、皆さんもね、ちゃんと動画を見てくださっていると思うんですけども、なんかよりね、その桜スクールシミュレーターの物語とか、すべてを理解してくれてるなとか、のがもうその名前だけで伝わりました。じゃ、ちょっとね、そのコメントを、ちょっと丸々ね、読んでいきたいと思いますね。今日桜になりました。がきっかけで付き合うことになったから、桜たちが入ってる名前とかどうかな。で、そこでですね、桜子、大花、リオ、ミオが女の子。で、男の子が、大花、大助、青、レオ、などっていう感じで。そう、これをね、コメント読んだ時に、確かにこのポンコとルイタの出会いって、今日桜になりましたからなんですね。だから、あ、確かに桜って文字入れるのありだなと思ったの。うん。で、そこで、まあ、かなりね、私もアレンジして、もう当て字なんですけど、まあ、今よくあるんでね、そういうのは。なので、リオっていう名前と、レオっていう名前をちょっといただいて、最後にやっぱ、私ポンだから、ユーポンだし、ポンコだし、だから、運はつけたいなと思ったので、リオンちゃんとレオンくんにしようかなって思いました。いや、本当にありがとうございます。たくさん素敵な名前を書いていただいて。いやー、いい名前、ね、もらったんじゃないの、あの二人。リオン、レオン。わー、いいね。なんかやっぱ双子だからさ、似たような名前にしたいよね。これは似てる名前にしたいの。で、運は絶対つきたかったのよ、うち。そう。いや、いいわー。めっちゃ当て字だけど。まあ、いいでしょう。まあ、最近多いんで。うん。いやー、これは楽しみだな、これからの生活。今はさ、ほら、一旦ね、看護師さんとか先生にちょっとお預けしないといけないから、いろいろへその緒とか切ったりとかね、しないといけないから。退院するまでが、しばらくかかるから、多分、すぐに赤ちゃん来るんじゃない？ここに。
ここに赤ちゃん来て、入院室でお世話ってマンポン言ってたから、多分そのうち来るのかなと思うんですけど。いやー、楽しみ。名前も決まったし。いや、ほんと皆さんありがとうございました、たくさん。いやー、見てください。もう、ルイタ泣いて喜んでくれてます。いやー、こんな旦那は本当に最高。じゃあ、きっとね、ポンコは疲れてると思うので、一旦ね、ちょっとお休みさせてあげたいと思います。はい、ということで今日はですね、無事に、二人のね、赤ちゃんが生まれました。いや、おめでとう、本当に。いや、今後のね、動画はですね、もう、これは前の動画からも言ってるんですけど、出産から、この子たちが、家出をするまで。家出っての悪い意味じゃなくって、大人になって家を出るとかね。もうそこまでうちやろうかなと思ってるんで、ストーリーは。本当に今後のね、お話、楽しみに待っていてください。あとね、名前もね、覚えてあげてくださいね。リオンちゃん、レオンくん。よろしくお願いします。なんか間違えそうだな。ということで今日は皆さんね、ご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、次はね、多分赤ちゃんのお世話もう早速始まると思うので、お楽しみに待っていてください。では、おつぱん!おめでとう!